まあ。麺のあの存在感もやっぱたまんねえっす、マジで、ほんとにこれ、茹でると相当時間かかるっすよね。8分。うわぁ、8分、すごっ、ございます。割り箸と麺の差が変わんなくないですか？変わんないですよね。本当にすげえなこれ。うまく感じます。あれ、そういえばあの動画まだっすよね、宮部さん。連絡来てないっすよね。来てないっす。あ、じゃあまだだ。忙しいんだな、きっと。昨日ちょうどあと LINE してて。あ、そうなんですか。俺も来たいって言ってて。はい。あと、うなどん。あ、うなどん行きたいっす。ぜひぜひ。はい。
みんなどんどん今日フライングで行っちゃおうかな帰り我慢できないあれですか、国産小麦とかこだわられてるんですか。はい、それはあれです、その自分がラーメンのチャンピオンになって、はい、富田さんのつけ麺のチャンピオンになって、千葉県で全国制覇したねって言って記念です。ああ、そうです、そうです、そうです。あ、そうなんすね。この店でしか使ってないですもんね。あ、豚骨鶏魚介。もうやっぱあれですか、こういうこと気にしてるかもしれない、妥協ゼロですか。するかもしれないですけど、それちょっとの違いで味変わるんですか。変わります、変わります。マジで変わります。あ、そうなんですか。そんな CC がすごいな。マジで割りスープはもう楽しみな、絶対やらせないです。自分の中で決めたこれだって味があるんですね。そうです、このつけ麺屋さんの。そうです、そうです。近くなったらつけ麺って書いてあって、専門店って書いてあって、あれみたいな。のれんだけには言ったまそう思ってもら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 って
すげえ。すげえわ、本当に。うん、
すいません、ありがとうございます。
お願いします。